はいえー、今回は、えー、攻め合いになった時の、えー、手筋を、えー、紹介したいと思います、はいえー、この形なんですけど、えーとまあ、白の無理手をとがめるということで二軒、ね、に来た時に例えばこういうところから入ってきた場合があるあっ,たとあった時ですねで、まあ、通常は、ね、ここを押さえぐらいなんですけどこう切,ってきたあの切ってきたと。 すみませんえっ、ー、と、はい、こう切ってきた場合ですねでこうなって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 こうはいこ,ここがあのえテーマ図なんですけど、はい、ここでね黒の断点がいっぱいあってね怖いようですけどここで有無を言わせずえっ、ー、とねあのここ跳ねる手が。 いい点になりますね。これでもう白がいっぺんにあの潰れてしまいます。はい。で、まあ、例えば押さえます。とも繋いでね。目を持ったとしてもこうやってもう全部。ここは？当たりは全部聞いてても。もうすぐもういってしかないですからね。はい、取られてしまいます。 にね、こっち繋いだりするともうこうやって手が伸びてしまって、あのー、逆にね取られてしまいますから黒は、はい、なのでここですねやっておけばもうね何にもできないんですねこうやってももう当たりからも取られてしまいますし、うん、この要の5子を取れば全然いいですからねこういうのは全く問題ないのではい。 で今こっち繋いだんですけどこっち繋いでも一緒まあ一緒っていうかまあこっちの方が多少粘りがあるんですかねこっち打った時にこう放り込む手があるのありますか若干ねはい白はまだこっちの方が粘りがありますかねはいまあこうやってねちょっと高ウになりますねこれはねうん まあでも基本的にはちょっと白が苦しいのでねうんこっちやってもこう羽ネがいい手ですねうんまあこっちですともうこれでもういっぺんに終わってしまいますのではい、まあ、この場合はつかずにあの2がねいい手でしたね、はい、じゃあこの動画は以上になりますはい失礼いたします